福原長隆は、安土桃山時代の武将、大名。性質は、石田正次の娘で、石田三成の妹婿。文後国府内上司としては、署名の自家公の方が有名である。福原長隆が築城した府内、新城。地元では、福原正志高として知られる、福原則高の子として生まれる。針馬福原氏は、 赤松氏の一族で、橋場秀吉に滅ぼされた、福原則、直屋福原助治の同族とされる。はじめ豊臣秀吉に、故障かしら衆の一人として仕えた。福原右、に、馬之助を称す。後に、馬回り衆。天正十五年四月、島津攻めの根、ね、白坂の戦いにおいて、宮部慶順らと共に、根、ね、白坂の取りを守った。十月には、 北のお茶の湯の奉行を務めた。天正19年11月、秀吉が三河国キラで高刈りを模様した際に随従した。文禄元年、文禄の役には、非全国名古屋上皇美衆の一人として二の丸を守備した。文禄2年、対抗増入地の張間国民機軍の大官を務めた。文禄3年、伏見城武神を分担し、この頃二万国の治療を得ていたが、 田島国と洋城二万国に違法された。翌年七月、豊臣秀次が高野山で自陣した際には、福島正則、池田秀夫と共に検視を務めた。その前後で一万国が活動されている。慶長二年二月、文後国大分郡、早見郡久郡の三軍を活動され、合わせて十二万国となり、早川長政が、吉つ城に移って、自家公が、 府内新城へ転覆された。同年、豊臣生を歌視される。また、慶長の役では、軍艦として、朝鮮に渡った。ウル三条の戦い後の追撃に際して、八塚家政、黒田長政、毛利高政、早川長政、竹中重隆の軍令違反を秀吉に厳しく、報告し、文字派と武断派の決裂を、決定的とした。 慶長三年の秀吉の死により、形見として国都市の立ちを賜った。以後は豊臣秀頼に仕えた。慶長四年、石田三成の失脚後、慶長の役での諸将との対立や、府内城追記の過大な不役を咎められ、後大老筆頭の徳川家康により、府内領は没収されて、薄木六万国のみの領有となった。慶長五年、 関ヶ原の戦いの際には西軍に属し、柿見和奈を、熊谷直盛、木村義信、豊か東府らと共に、大垣城の守備大将を務めた。西軍主力の敗北の直後の9月15日、相良頼房、秋月市長、高橋本種兄弟らの裏切りに遭い、和奈らが殺害されて、二の丸、三の丸を失ったが、自家公は本丸に溶けこもって抵抗。 しかし上兵が離散して、身体に急死、9月23日に、東軍の西尾光郷の勧めで和議を入れて城を出た。この際、石田三成から与えられていた日向、正宗を、東軍の水野勝成に奪われている。大垣城の会場後、和議の条件の通りに、長鷹は出家して同運と名乗り、伊勢国浅間山に湿居した。 水野勝成は家康に長鷹の除名を願い出たが、ウルさんの戦いに黒田長政らの無断撤退を報告した、軍滅家で、東軍の八塚家政らの恨みを買っていたこともあって、許されず、自陣させられた。一説には殺害されたとも言われている。長鷹の死後、二歳だった子供はウバラによりナバ国に逃れ、次の代で、美全国に移った。この家系は、 現在も存続している。ありがとうございます。